といったあたりで研究を終えたい。これ今終えるとどうなんだろう、ちょっと試してみよう。じゃあ研究を終えようか。ありがとうアニセット、納得がいくところまで研究できたよ。一緒かな。ん、何これ、今変なの出なかった。というわけで一緒かな、スキップしちゃおうかな。あ、普通にやっちゃった。今のところでまた、まだやり残したことがーってやると、まだできんのかな。うんうん。セリフは、お、ちょっと変わった？ほほ、ぽ。俺の方こそ。セリフ違うよね、これ確か。ちょっと、ロラン、これ何？お、アニセリー。あなたと一緒に作ったものだから。おお、これはロラの分、これはクリリンの分。若者はいいね。さて、これにて追認試験は終了とする。二人ともお疲れさーん。でおしまいかな。あ、ちょっと違う。イサラ平気なの、治った？アニセットの薬のおかげで最近はすごく体調がいいの。そっか、よかった。ロランさん、新しいアトリエに行ってしまったんですってね。そう、ようやく解放されたわ。もう試験監督なんてゴリゴリね。ふふふ。本当にそうかしら。え？顔に書いてある。寂しいなって。そんなこと。ない？ないない、全然ないわ。やっとイサラとゆっくり話せるんだし。ありがとう。え？急にどうしたの？わかってる。でもね、アニセット。アニセットが私のことすごく大切にしてくれたように、私もアニセットのこと大切にしたいの。イサラ、これはユリ展開か。私はアニセットが好き。でもロラン君と一緒の時のアニセットはもっと好きなの。アニセットも自分の心にちゃんと耳を傾けてほしい。いつの間にかアニセットをロランとそんな関係に。本当は分かってるんでしょ。でも、こんにちは先生。あら、アニセットちゃん、まだこんなところにいるんですか。こんなところって、ファローズさん、まだ行ってないんですか。まあな、若者が青春してるのを見るのはおじさんの楽しみなのさ。バローズって、まさか。もう、そんなこと言ってるから左遷されるんじゃないんですか。しっかりしてくださいよ、学長なんですから。学長。まさかの。まあそういうのよ、これも教育の一環じゃないか。あの、ま、そういうことでな。イサラの面倒は俺が学園長として責任を持つだそうです。私はすごい人たちに囲まれてたみたい。嘘だって、学長は長期出張だって。まあ大人にはいろいろあるんです。でもそれならどうして。俺ならきっと違う薬を作ったよ。イサラの症状もあるいは軽くできたかもしれないな。そうですよね。でも今のイサラを見ることはできなかっただろう。アニセット、私は薬だけで良くなったんじゃないわ。イサラ、アニセットと出会えたから、あなたと出会えたから私は今こうしているの。イサラ、だからアニセットね、ロダン君のアトリエ、誰かさんがそんなに遠くないところにしてくれましたから。ということでアニセット、レコードオブアニセットだったね。つまり本当にアニセットルート、本当にアニセットルートクリアになった。はあ、なるほど、マルチエンドとは聞いてたけど。ということでアニセットと、この後アニセットがそのロランのアトリエに押しかけて、私もあなたと錬金術ってやって、よっしゃーってなる、そういうエンドだね。
なるほど。まあ、この後エンディングの後にちょっとイベントあるかもしれんから、しばらく放置もしくは加速もしくはカットをしておきましょう。ローランのアトリエ、そこに、これはベルさんだね。入ってます。ういっす。ベルさんじゃないですか。なんでアニセントじゃないんですか。ここら辺は一緒。そっか、うん、ここら辺はまず一緒で、お、来た。今度はお客さんかな、お客さんかな、お客さんと思いきや、うん、ちょっと違うな。ニヤニヤ。違う。アニセット来た。じょごご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 さーて、今日はバローズの店で飲むことにするか。ベルさん、私猫舌なんだよな。だからあんまり暑いのはちょっとな。じょなんだろうだから、助手に、私の助手になりなさい。そっちまあ立場上というかね、経歴から言ってまあそっちの方になるんだろうけど、でもってこの後めちゃくちゃなんでもないっす。アニセットルートが終わりましたね。やっぱ本当にいろいろあるんだろうね。さっきのがそのレコーズオブアニセット、じゃあレコーズオブマスターバローズってのもあるだろうし、レコーズオブベルさんあるかな。あとベルズじゃないや、レコーズオブニャンコもあるだろうし、まだ何個エンディングあるか分かんないけども、とりあえずできるところまではやってみましょうということで、一応ここで区切りましょう。それでは続きをやっていきましょうか。前回の最後でアニセットとイチャイチャできました。ありがとうアニセット。今回からはどうしたらいいんだろうね。レポートまだ出してないやつとかあるから、確かあるよね。レポートについて、今回はどんなのかしら。音とリキュール、これまだだったね。いいんじゃないかしら。15点、お、なかなかいいじゃないので、今準学士ということで、残り35点取ったらなんだろう、ちゃんとした学士になれるのかな。世間話、村の猫ちゃんなかなか懐いてくれないのよ。俺めっちゃ懐かれてるぜまあアニセットはパッと見ちょっと怖いから、おー、あ、見でよければお姉さんに、アニセットお姉さんに、あ、懐くんのにゃ。今失礼なこと考えたでしょう。はい、ロラン顔でわかる本当に本当にロランは隠し事できなさそうね同じ反応だった。ふふ、可愛いなロラン。仮面の人いるじゃない。 あのゼクスマーキスじゃなく、あのジブリの、あ、ごめんなさい、すいません。今のところおのおのでちょっと修正しといてください。ピーとか言ってちょっとあのまあいいや。あの人顔に傷でもあるのかしらね。それで仮面を、正体を隠したい、もしかして誰かの親族とか、気づかな、どっちだろう、わかんないけど、仮面外したところ一度見てみたいかも。それヒントかな、何かの音で、なんか仮面を外させるような鼻息で吹っ飛ばす、そんなのあるのかな。中村ちゃんと最近仲がいいらしいじゃない。いいだろう。イサロさんのオルゴールを直せたのも半分は中村のおかげなんだ。そうなんだよ、ペルノって人に合わせてくれてさ。でも中村ちゃんって可愛いわよね。うん、なんか猫ちゃんみたいでなでなでしたくなっちゃう。わかるあのさ、中村の耳って見たことある？あの猫耳みたいなやつ。ロラン、いくら猫っぽくても普通の女の子じゃない。疲れてるなら少し休んだら、みんなには見えないの？幻覚なのかな。どういうことなんだ、これも何かイベントのヒントか。これはやったやつ、タブキーでスキップができる。研究を終えたい、終えない。レポートはぼちぼちです。あまり急がなくてもいいから。何このデレ、助手がいた方が楽な時もあるし。うわーアニセット、重いものとか運ばせたりしたいし。ほう、そうそう、力仕事
あ、入れた。ふむ。って何考えた、とんだ変態じゃないか。行け、頑張れロラン。そこはみんなが期待してるぞ。俺も含め視聴者がみんな期待してるぞ。頑張れ頑張れロラン。ダメか。本だな。学園では読めないような本まで。相当自分で勉強してるんだな。おお。よし。あ、怒られた。ちょっと。はい。な、何しようとしてたの。いや、ちょっと仮眠というか熟睡というか永眠というか。変態。ありがとうございます。どうしたの、つけまらし。もう同じかループか。仮面の人のとこ会いに行ってみようかな。おっす。ん、君か。何か珍しいもの取れました？あまりだな。雨が降ってくれると岩盤が柔らかくなって。ありますぜ、雨。へえ、そうなんですか。そういえば君はこの奥の魔物とはもう会ったか。うん、あいつは何なんだろうな。確かにね、一見すると恐ろしいのだが、特に危害を加えようとはしないね。じーっと見られるだけだし、視観されるだけ。前からいるんですか？俺がここへ来た頃だから10年くらい前。へえ。10年前から仮面を。ただ雨が降るといつもここも幾分か増水するんだ。危ないじゃないですか。大したことはない量なんだが、あいつは苦手らしくな。はあ。水の音が聞こえると。あ、あったね。てか手帳全然見てなかったね。一応ここら辺にヒントとかね、書いてあるんだけど。声が大きいみたい。これ夜の鳥。これも捕まえに。捕まえはしないか。行かなきゃね。まず、レコーダーで、雨の音。これか。滝の音だね。どうだ？ところで君は海ほたるって知ってるか？うん、見た。関係なかったのかな、今の音。この辺りに現れる。そうそう、見た見た。アニセットとイチャイチャしながら見たよ。音を出して光る。あ、じゃあこれも録音できたのか。じゃあまた夜になったら行ってみよう。うん、妻も好きだった。はあ、この人は奥さんを亡くしてしまったのか。まさか仮面に愛想をつかした。お前失礼だぞ。表情見えないから分かんないけど。ダメなのかな。えい。ヒントっぽかったけどこうじゃないのか。なんか最近アニセットすごく可愛くなった気がする。うん、わかる。そうですか。これはロラン君の何かあったに違いない。はい。とりあえず昔より怖くなくなったような気がするかな。これは一緒か。にゃにゃーん。なんか懐いてくれたみたい。あれ、今なんであれじゃなかったのってびっくりしませんでした。そりゃたまには。俺、猫に喋りかけたら全部猫ネズミをやると思ったら大間違いですよ。たまには普通の声も出しますよ。お、前にいるいかつい男がいる。あいつの好み。おお、ベルさんがまた来たのか。この前一緒に飲んだ時に散々話を聞かされたよ。お前さんの師匠なんだって。うん、そうそうそう。ハイカラな師匠さん。もはや何も言うまい。セリフは一緒かな。うん、なるほどね。にゃんにゃんにゃん。ベルさんがいる。ベルさん録音。ダメか。ベルさん、こっち来てたんですか。お、元気でやってるみたいだな。いいリキュールも作れてるみたいだし、先生は満足だ。監督はまだ満足してないみたいです。ほう。いや、アニセットと話したがそんな感じなかったけどな。どうでしょうね。まあ引き続き頑張りな、若者。ありがとうよ先生。あの泣き虫だったロランがな。ちょ、昔の話はやめてくださいよ。お前を連れ戻しに行くときも私のこと怖がってたもんな。やめてくださいよ。姉さんは感慨深いよ、こんなに立派になって。まだ追認試験中ですけどね。こっちはもうあと一緒か。世間話をしておしまい。おお、それだ。あ、これまだね、コイン1枚しか見つかってないんだよな。なんでも最近オートは物騒。あ、これマーテルがね、なんやかんやしてるっていう。ここは変わってないと。マスター。お、そうだロラ、少し前から新しい客が来てな。新しいお客さんですか。あ、2階の部屋に、あ、お、スイートに行けると。俺の古い知り合いなんだが、音楽の研究をしている。やったね。音楽の研究ですか。ここにもその研究の一環で来たらしい。へえ、そうなんですか。暇があったら話をしてみるといいんじゃないか。お、暇暇、めっちゃ暇よ。2階にはちょっとしたロビーがあるから、そこで話せると思うぞ。おし、
好きに入っていいからな。ありがとうございます。2階はスイートじゃないんですか？ん、この店にはそんなもんはないさ。あれ、なんで今まで入れなかったのはどういうことだ？あー、まあそのなんだロラ、はい、悪いやつではないからな。え、それってどういう？ふん、いや、踏むって嫌な予感しかしない。で、ここで入り、聞きました？ローランさん。うん、聞いた。どうしたんですか？なんか最近夜に出るらしいです。おお、変質者。出るってまさか？そうです。ひぃ、プゲープギャー。冗談ですよ、冗談。ローランさん、ひぎーですって。ふふふ、勘弁してくださいよ。苦手なんですよ、そういう話。まあ、そういう噂は前からありますよね。夜に外出するときは気をつけてくださいね。はあ。海ほたるを連れていくと、おほう、海ほたるの音をゲットしてそれを鳴らすと。ありがとう、ヒント。オレンジのヒント、ありがとう。オルゴール鳴らしてみようかな。おう、いいね。本当にいるならお化けって一度会ってみたいです。好奇心旺盛ですね。話はできるんでしょうか？どうなんだろうな。まあ、まずいるかどうかもわからないけど、とりあえず2階に上がってみようか。お、ここが2階か。この人があれかな、音楽の人かな。なんだか1階よりも落ち着いてる感じだ。あら、まさかこの人。口調的に。マスターから音楽に詳しい方が来ているって聞いて。あら、あなたがローランちゃん？はい、ロランと言います。ロランちゃん？学園で音楽を専攻してます。ベルのお気に入りってあなたのことね。ベル先生を知ってるんですか？まあ長い付き合いね。自己紹介が遅れてしまったわね。私はアダレイよ。こんなかっこいい顔して。お姉だった。ロランちゃんと同じ音楽が専門よ。え、じゃあ学園の教授ですか？こんな教授はいたっけ？昔はね。今は好きにやってるわ。ま、今は大きな子供のお守りもしてるけどね。え、大きな子供？ところでロランちゃん。近づいてきた。思ったよりいい男じゃない、ウホ。ちょ、あの、やめてください、やめてください。そこはダメです。こんな可愛い子を独り占めなんて許せないわ。触んないでください。本当に触ってた。お姉さんに全て任せなさい。任せません。ま、冗談はこれくらいにしましょう。息が荒かったですよ。ロランちゃんは今追認試験中なんですって？はい。あんまり出来は良くなくて。ロランちゃんも苦労してるのね。まあ、私の頃は数値評価はなかったからね。え、そうだったんですか？私たちの頃は学園もできたばかりだったのよ。へえ。ってことは結構なお年なんじゃ。いかん、それ以上いけない。今失礼なこと考えたわね。いやま、いいわ。女は色気が大事なのよ。女？いや、どう見ても男です。当然お肌の手入れについても一切抜かりはないわ。いや、そんな顔されても。どう、ローランちゃんも時々違うか、ドキドキが止まらないんじゃないの？いや、全く。いい笑顔ね。嫌いじゃないわ。へこたれないな。ポジティブ。まあいいわ。ところで今オートでちょっとした病気が流行っているのよ。中二病ってやつですか？病気？ひどいものじゃないからそんな不安そうな顔はしなくていいわ。ただ完治するのには少し時間がかかるのよね。やっぱ中二病じゃないか。それで音楽で調合して症状を和らげる薬を作れないかってここに来たのよ。オートの音じゃ思うような結果が得られなくてね。音楽で薬を。アダレイさんは医学もやっているんですか？まあある程度はね。それで一人でやってみようかしらって思ったんだけど、可愛い音楽生と医学生が薬を作ったって言うじゃない。
俺たちのことだね、ロランとアニセット。え、まさか。面白そうだし、この件はあなたたちにお願いしようかしらね。そんな急に。分かってないのね、ロランちゃんは。これするとポイント入ってエンディングへ近づくのよ。あのお堅い娘と一緒に作ったってだけでもすごいことなのよ。いや、どうでしょう。で、アニセットのことはご存知なんですね。最初の娘よ。オートでは知らない人はいないわね。ってことで、この件はあなたたちに任せるわ。アニセットちゃんにはマスターから話を通してもらうことになってるから。本当に大丈夫なんですか？きちんと報酬も出るから心配しないで大丈夫よ。今までのパターンからするとおそらくアニセットは丸め込まれるな。それじゃよろしく頼むわね。わかりました。ひとまずアニセットと相談します。私自身も部屋で研究してるから、何か困ったことがあったらいらっしゃい。あと夜ちょっとそんな気分になったらいらっしゃい。まあ悪い人ではないよね。何にせよ一度アニセットと話をした方が良さそうだな。なるほどね。綺麗な花だ。おお、取れるのあるかな、何か。お、いる。なんか、お、濡らしちゃった。夜でもないのに、埴輪。何これ、かわいい。あら、ロランちゃんいらっしゃい。おお、いろいろあるね、世間話。ベルトはどう？うまくやってるかしら。うまく振り回されてます。まあ、そんなとこでしょうね。あの子には落ち着きが足りないわね。でもすごくよくしてもらってます。学園に連れてきてくれたのは他でもないベルさんですし。あれ、どうかしました？ううん、なんでもないわ。あの人が意外だわねとか、そんな感じかな。ベルさん昔はなんかやってたのかな。学園は楽しいかしら。え、とっても面白いです。成績は良くなくて追認試験受けてますけどね。ふふ。面白いと感じているならそれでいいんじゃないかしらね。ほうほう、音楽の女神。ほう、これはまだ見てないやつかな。波主の本か。波主は、あ、でもこれは見たやつかな。箱の話もあるし。ん、一応ざっと見てみよう。朽ちない物質、彼らの消息、女神像、で、箱と女神。ん？合わせて描かれる猫がいる。へえ。女神に火を灯すような、火のようなものを灯す人と、それを先導する猫。にゃんにゃんにゃん。じゃあ猫はかなり重要なんじゃないのか、もしかして。終わりに。まあなんだろう、ざっくりとしたヒントだろうね。一応関わりはあるけど、あれが直接的なヒントではないと。間違えた。間違えた。かなり旧式の実験装置。ピンク色した液体。へえ。他なんかないかな。薬のお話。まだしてないです。で、音楽の話。アダレさんは音楽教授だったと。どうして教授を辞めたんですか？そうね。他に大切な仕事ができたのよ。これがまた厄介な仕事で。まったく貧乏くじというか、ま、子守みたいなものね。これがまた誰かに似て頑固なのよ。親父親に育てられると性格も似るのかしらね。お、これはもしかして、もしかして、なんでもない。どうしようかな、アニセットに話しかけか。いろいろ迷うな。アダレに会ったんだって。今会ってきた。いろんな意味で刺激的な。あいつとは古くからの付き合いだが悪いやつじゃない。たまには話を聞きに行ってもいいと思う。なるほどね。おう、アニセットやろうぜ。ロランも頼まれたみたいね。え、アダレーさんから聞いてるでしょ、薬の話。あ、じゃあアニセットも聞いたんだ。俺はアニセットがやるならできる限り協力しようと思うけど、アニセットはどうする？まあロランが言うなら、そう言うならやってもいいかなって思ってる。報酬も出るらしいし。あ、本音出た。まあ本音っていうか、本当はね、ロランと何がしをしたいってことでしょう。
もうかなりこいつ惚れてますぜ。作るとなったらいい薬を作るからね。よし、了解した、ラジャ。ってことで簡単に言うと、この部分の炎症を抑える薬、ふんふん、要は熱さまし。熱さましなら音にもあるんじゃないの。熱さましなんちゃらとか冷えピなんちゃらとか、かなり副作用も大きい。あー、ロキソニンとかそういう感じかな。お腹にだいぶダメージを。解熱鎮痛剤は胃を荒らすからな。冷たいイメージの音。ほう、あれかな、雫の音とか。うん、でも足りないかな、まだ強い影響。ほうほうほう、音のイメージが冷たい方が効果がある。あ、いろいろ作れってことか、リキュールみたいに。ここで、あ、リキュールではないか。どうしたの、音を持ってきた。いろいろ録音したんだけど、あ、どれもピンとこない。じゃあ今は持ってるやつではないのか、雫とかそういうのではなく。ちょっと世間話をしつつ、これは見たやつか。ちょっと夜にして、夜でしか撮れなさそうな音いろいろあるから、うん、やっていこう。お、入れるぞ、録音。あー、ダメか。ふむ今寝てるんだから行けよ。何やってるんだ俺は。どれにします？どれにしよっか。ノイズ、うーん、鼻息もいいけど、これかな。おはようございます。ダメか。とりあえず右に行き、海ボタルを、お、取れた取れた。海ボタルの音で何かをするってあったね。こういう時にまず手帳を見る。ててててて、と、どれかな。これはコインの話。海ボタルはお化け。うん、お化けを持って、お化けどこだろう。これか。各マップでちょっと試してみようか。おーっと、レコーダーからノイズ。これは、さっきのだよね。お、いたいたいたー！こういうことか。いや、君、私が見えるのかい？ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は、動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。